しました。これスガキ。はい。はい。人事ストリートにね来て、僕も人事ストリートすごい全然わかんなくて、はい、今日は呼び出して、来たということで、そうですね。どういうお店なんですか？もうお酒とか焼き鳥とかなんかいろんなもう、あ、魚とか、もうわかりました。じゃあ行きましょう。はい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 、酒飲みたいですけどね、今日運転なんで、皆さん何飲まれるんですか？生。生。容赦がない。容赦がないですね。僕は、ウーロン茶飲みます。じゃあ僕コーラで。コーラ。はい。そう、おすすめを聞いてみ、そう。何でしたっけ、ヒゲさん。皮せんべいでしたっけ。いいですね。はい、どうぞ。あ、はい。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。これされますもんね。ライダーさん。あ、ではメンズハール。黄色ですね。じゃあ。なんかもいいですね。いただきます。しめさま。うん、おいしい。めちゃめちゃこれはビールが欲しくなりますね。コーラで我慢しました。これスガキでは普通の生のもうカキ生で、スガキです。コーラ藤井さん。いきます。うん。これはもうビール欲しくなるやつですね。うわ、これうまいわ。うまいですか？うまい。もうなんかもう、ま、もううまそうですね。もうなんか。じゃあいただきます。うわあ。あ、やばいわ。これはやばいわ。これ炙りっすよね。あ、じゃあこのやつを立てつけて食べるってことですよね。そうですね。ちょっといただこうかな。こっちから行こうかな。そうかね、バーカスこっちから。おー、すごい。これつけて、ごま塩油つけて、こちらです。右側がハツ。いただきます。お、あ、やばい、コリコリして、ビールかハイボールお願いします。うわー、シャドウス。優しい、柔らかい。うん、どちらが美味しいかって言われてもどちらも美味しいですね。それぞれの良さが。串盛りでね。串盛りです。
いただきましょう。こういうことですよね。もうこれ伝えなくてもなんかもう雰囲気でね伝わってきますね。あ、うん、ほんまなんか玉ねぎ美味しいですね。本当はこの鶏の皮のことを言わないといけないと思います。鶏もいいですよ。皮もしっかり歯ごたえがあっていいですね、うん、いただきます。玉ねぎの甘みとこのブリのあれがマッチングして、すごい胡椒とあれがいい感じに絶妙バランスを保ってます。うまいっす。色出てきますね。これが雷豆腐です。これもそれ一口でいけた。僕は無理でした。ありました。これ一口でいけたらやめです。塩つくね。おお、肉汁がおお、こちらになってます。じゃあいただきます。こちら塩取りつくね。一口で入るかな。うんうん、あ、これ美味しいですね。これ続いてこっちも。はい、チクソンベース。これがラストですよね。うん、多分ラスト。はい、わかりました。僕はもうちょっとお腹あれなんで、じゃこちらどうぞ。あ、はい、いただきます。はい、すいません。これで最後の晩餐、晩餐をいきます。いただきます。はい。わあ、優しい、心が穏やかになるですね。はい、ありがとうございました。はい。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。